僕、結構ニキビがね、多かった時期がありまして、まあ、その時期に比べたらだいぶ克服したんですよ。はい。まあ、ちょっと画面遠くて分かりづらいかと思いますけど、まあ、克服したよっていうことなんですが、これな、どうやって克服したかってことですね。まあ、その結構ニキビで悩まれてる方いると思いますし、僕もその一員でしたし、そんな方の、まあ、なんていうんですか、役に立てればいいなということで、この動画を撮影しております。ということで、まあ、そのニキビが多かった原因みたいなことと、どうやって治したかっていう話をしていきたいと思うんですが、まずニキビが多かった原因として、まあ、単純に思春期というか、まあ、それもあると思いますね。大体高3ぐらいからかな、僕ニキビでき始めまして、大学1年生、大学2年生ぐらいまで、まあ、大学3年生も多かったかな。今4年生なんですけれども、まあ、大体3、4年ぐらい、そのニキビと格闘しておりました。で、まあ、僕はですね、その高校入るぐらいまではこれといった洗顔とかもしてなくて、洗顔フォームとかもあんま使ってなくて、まあ、なんかそれは、親からね、まあ、あんまりその、使わない方がいいというか、その自然的に行った方がいいみたいな、そういう教えだったんで、あんまりやってなかったっていうのもあって、まあなんか大事大事にしすぎるのもかえって良くないんじゃないかみたいな感じのね、考えだったのでやってなかったんですが、まあちょっとあまりにもひどくなってきたので洗顔フォームとかやり出して、っていうのもまあなんかトップバリューの安いやつとかですよ。ね。で、化粧水とかもあんまやってなくて、なんかオールインワンみたいな感じあるじゃないですか。よく、もう体にも塗れるよみたいな。そういうやつを高校時代やってましたね。まあだから、良くなかったんでしょうね、それが。うん。まあ、やっぱりお金かけた方がいいんでしょう。安いものだとね、やっぱニキビはでき続けました。ね。まあ、思春期だったっていうのもあって、で、まあ、よく汗もかくやろうし、ね、部活とかもやってましたから、まあ、高3ぐらいからだいたいニキビができ始めまして、うん、まあ、これはね、良くないなということで、まあ、僕もいろいろ化粧水とかね、やってみることにしたのが大学入ってからですかね。うん、まあ、僕ね、大学入ってからミスタードーナツっていうドーナツ屋さんで働き始めたんですけど、そのミスタードーナツでですね、まあなんかドーナツがもらえるんですよ。ね、無料の廃棄のドーナツを無料でもら、持って帰ることができて、それドーナツいっぱい食べてたからね、それでまたニキビが増えたんですね、大学1年生で。その部活とかやってて、なんかその日光とか浴びて、肌、なんか安いトップバリュー製品とかも、あのやつを使って、スキンケアとかしてたから、ニキビできてた高校時代から、まあちょっと化粧水とか意識し始めるようになった大学1年生で、ミスタードーナツを食べるようになってニキビがまたできました。はい。やっぱ揚げ物ですからね、ドーナツは。うん。まあその油とか、まあ砂糖とかもいっぱい入ってますし、特にその大学入ってから、これといってあんまスポーツというかね、適度な運動みたいなのが、まあ、できなくなるじゃないですか。部活とか引退したらね、大抵の人って。だからまあ僕もその一環でね、できなかったスポーツとかまあちょっと体を動かしたりしてたけど、やっぱそんなにね、部活してた頃に比べたら運動もしてないですし、ドーナツは食べるわでね、で、大したな、その、スキンケアの意識もないんで、ニキビができ始めました。で、一人暮らし始めたのが大学2年生からなんです。ここ結構すごかったかな。一番すごかったかもね、なんか、特に僕、右頬なんですけど、右頬に結構できるようになって、その後みたいな感じでね。その、自分で潰したりはしてないんですけど、やっぱニキビが一度できたらちょっと後みたいに残るんかな。うん、その後に悩まされたりとかして、まあ一人暮らししてるんで、なんていうんですかね。結構、自分でいろいろ調べて、いろんなスキンケアの情報とかね、やってみることにしたんですけども、例えばマルチビタミン&ミネラルみたいな錠剤とかを毎日飲むようにしたりとかですね、まあ、化粧水の他に美容液もつけた方がいいよみたいなことで、メラノン CC の美容液を使ってみたりとか、ってことをしたんですけれども、まあ、なんか良くならず、あんまりなんかその効果は得られずっていうことを、大学2年の1年間ぐらいやってました。ね、で、大学3年生になってなんですけど、僕はまあニキビ克服でき始めたなと思ったのが大学3年生で、去年からなんですけど、これ、うん、その1年からなんか田中みな実が水を3リットル毎日飲んでるみたいなことを聞いて、水飲もうということに気づいたんですね。あんまりなんか意識しなかったですけど、まあ意識して水分を取るようにした、水をね、飲むようにしたっていうのが一つです。だから、水を結構飲むようにしてニキビが減ってきたような気がします。これがまず克服の1点目ね。水飲むようにしました。ね。で、2つ目が、まあ、食生活を改善しましたね。ドーナツとかいっぱい食べてたんですけど、大学ミスタードーナツで働いてる時。で、2年生の時も、なんか元ミスド店員のレビューとかで、まあ、ミスを食べてたりとかして、まあ、3年生ももちろん食べてましたが、まあ、
食べてるのをそうリセットするためにはどうしたらいいかって、水をいっぱい飲むのと、あとはね、腸内環境を整えた方がいいということで、納豆とキムチね、これを食べるようにしたっていうことですね。はい。まあ、あとヨーグルトもいいみたいなんですけど、ヨーグルトは、まあ、ニキビできる前からずっと食べてたんで、まあ、これはよくわかんないんですけど、納豆とキムチをね、毎日、ほぼ毎日納豆キムチご飯を食べてましたね。そしたら、まあ、だんだん収まってきて、まあ、そう、痩せていったんですけど、同じくね、納豆キムチご飯で、ね、すごく痩せていったっていうのもあるんですが、納豆キムチご飯と水、うん。で、まあ、劇的に良くなったかな。これでね。で、まあ、美容液とかももしかしたら効果があったかもしれないです。でもこれはね、もう、やらなくてもできないという人いるし、ねえ、もうちょっとよくわかんないです。塗るものに関してはね。僕はメラノ CC の化粧水と、メラノ CC の美容液でやってますね。はい。なんか、乳液は合わないような気がして、ベタつくのはあんま好きじゃないんです、ないですし、なんか、乳液ね、ちょっと、合わない人もいるみたいなんで、どっちかで言ったら合わない人のタイプなのかなというふうに思って、なんか、テカる人とかいるじゃないですか。僕ちょっと、なんかテカる時あるんで、肌がね。だから、なんか、油、油分が多い人は、そんな乳液いらないのかなってことで、まあ、乳液はしてないんですけれども、してる時期もありましたが、やっぱ良くなかったのかな、うん、やめてからですから、ね。ということで、まあ、化粧水と美容液は、やってますが、これで劇的に良くなったのかどうかはわかんないです。ただ、納豆キムチご飯と水でなんとかなるような気はします、僕は。はい。ですね。で、まあ、あと枕カバーをなんか毎日洗うとか、毎日は洗ってないんで、僕。あんまよくわかんないのと、まあ、腸内環境を整えるのがいいんじゃないでしょうかね。で、まあ、やりすぎぐらいがいいって言いますけど、お肌には。それよくわかんないですね。まあ、でも、あ、そうですね。あと、最後に言い忘れてたんですけども、泡洗顔をやり始めましたね。なんか洗顔法もそのままガーってやってたんですけど、良くないみたいで、良くないみたいでってもう今更なんですけど、しっかり 泡立てて、こうね、優しくやることで良くなったのかなぁ。まあわかんないですけど、洗顔フォームは今何使ってたっけな。まあなんか いろいろニキビ対策みたいなのあると思いますけど、でもなんかメンズ系より、やっぱその女性とかも使うやつの方がいいような気がします。はい。彼女ができてからですね、ニキビもちょっとマシになってきたんで、やっぱ彼女のその、教えとかね、なんか女性が使ってるものをちょっと使わせてもらうとかでだいぶ変わりました。それは多分あると思うわ。うん、やっぱ女性ってすごいですね。だから美意識というか、うん、その男のなんかメンズビオレとか多分良くないと思いますね。メンズなんとかみたいな、うん、男が使うやつってなんかやっぱ成分が強すぎるのか弱すぎるのか分かんないんですけど、なんかやっぱり安っぽいですし、だから女性が使うやつ、女性にしっかり聞いてね、女性が使ってるやつ使えばその良くなるんじゃないかなと思いました。まあ今もね、決して綺麗ってわけじゃないんですけど、まあ、綺麗くなったなとは言われるようになりましたね。うん。前に比べ、まあでも前も別にそんな気にするほど汚かったって言ったら別にそうでもないんですけどね。はい。まあ、僕のね、要はね、悩んでる方が、いらっしゃいましたらね、納豆、キムチご飯と水と、それから、まあ、泡で洗顔して、ね、腸内環境を整えることと、まあ、あとは女性が、の話を聞いてみるってことですね。女性が使ってるものを使ってみるとか、その辺ですかね。うん。ってことを意識してやってもらえればなと思います。ってことで、長々ね、ちょっと長々話してしまったんですけれども、このようにニキビを対策しましたという話でした。ありがとうございました。炎上という小さな戦争が人間という大きな命をマカダミアナ月見がくれた。でも僕はそのまま捨てた。